会見で語った共通点代表の強さの理由が判明。堂安はフライブルクでは守備の選手より守備が上手いって言われます。攻撃側が何が嫌かはわかる。逆算して守れるので、世界でも勝っていくために、攻撃に特徴がある上手い選手が、ハードワークして攻守ともにチームに貢献する部分を期待したい。久保は、攻撃が僕できるのはみんなわかってると思うので、守備のところで、できることを見せておかないと。そこがネックと言われたくないので、守備のところもやれるよと、広島のファンの皆さんに見てもらえてよかったと思います。久保と堂安は守備もちゃんとやるからいいね。攻撃の選手がサボらない時代になったか。代表レベルの選手がここまで献身性あると子供たちにもいい影響を与えるな。下げたボールに前線からチェイスする久保。攻撃にも守備にも献身的な上下動を繰り返す堂安。消化試合なんだろと思ってたのに、全力を尽くすプレーにちょっと感動すらしちゃう。相馬や堂安や久保の守備の面が褒められる放送。いやー、良い時代になったね。後ろに富がいるのがとてつもない。竹、堂安、富の右の連携を磨いて夢を見せてほしい。堂安良い時の長友っぽいんだよ。名前向かせない寄せが上手いし、シンプルにデュエルも強いし。久保と堂安もそうだけど、三笘と伊藤も守備の献身性すごいからな。日本人の良さが出てる。攻めの選手がよくディフェンスするというレベルと本職がいいディフェンスしているというのは全然違う。当たりに行くだけではディフェンス技術のへったくれもないよ。三笘くらい、サイド1対1で体入れて勝つようなディフェンスできれば本職並みだと思うけど。攻撃でも結果残すからすごい。